さあ、毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。パフュームのライブの総合演出だったり、昔から振り付けもずっと担当しているミキコ先生の NHK のプロフェッショナル仕事の流儀がこの間再放送されて、ちゃんと予約してみることができて本当にいけず惜しかったけどな。さあ、今週2月14日バレンタインデーということで、今夜はパフュームが恋に悩む生徒の書き込みを研究。さらに2月15日はあーちゃんの誕生日。あーちゃんがこの1年の目標を研究していきます。パフュームロックス。パフュームロックス、スターリングパフューム。チョコレートディスコが似合う書き込みを研究せよ。今年もチョコレートディスコの季節がやってきました。来ましたね。来ましたね。イエーイ。嬉しいな。2月14日はバレンタインですね。そうだね。今年は木曜なんで平日なんですよ。学校終わるじゃないですか。そうなんだ。そやけん学校に持ってっちゃいけんかったら、家に帰って取りに行ってから家に持ってかないけんのよ。お母さんというハードル。そうや、ピンポン押すか押さんか。ね、いい具合に窓から覗いてきてくれんかい。そんな運命あった。祈るわ。いいね、憧れだわ、ね。さあ、そんな中パフューム GO な書き込み紹介していきます。はい。愛知県14歳女の子、ラジオネームパフューム大好きあやかちゃん。あやか、バレンタインのチョコの売り場でチョコレートディスコ流れてました。イエーイ。嬉しい。嬉しい。この時期のパフュームが嬉しいよ。嬉しい。これは本当の願いだからね。ね、何年経っても嬉しいね。ということで今夜は恋に悩む生徒の書き込みを紹介していこうと思います。ください。東京都13歳女の子、ラジオネームふわふわうさみうさみうさみ。バレンタイン VS 真面目くん。お、私には好きな人がいます、うんうん、ですがそれはガチめの真面目くんです。いや、同じクラスで、中学校は小学校と違って毎年クラス替えがあるから、うん、できれば今年度中に思いは伝えたいです、うんうん、3月までに。そうだね、うん、でバレンタインもあげたいけど、私も一応真面目な陰キャラで通ってるから、そうなの、チョコは控えたいし、相手も相手だし、はい、なるほどね。思いを伝えるだけじゃなくて何かをあげたい、うん、私との共通点は2人とも本が好きで図書委員だということ。うわ、ロマンチック。しおりとかプレゼントするのもいいかな、など考えても不安になったり、うん、どうしたらいいと思いますか。いいじゃん。最高だね。最高にロマンチックじゃん。答えじゃん全部。あれ、自分で答え出してんじゃんね。出てる答え、あのハンコだけ欲しい感じだよね。もはやバーン。そうだね、バーシーンがね、はい、行けばよいってこと。そうじゃん。いいじゃん。しおりとかすごい特別感あるよね。そうじゃんね、うん、いいよね。その本を読む人なんだとなおさら、うん、毎日一緒に寄り添うものだし、うんうんうん、自分がここまで読んだで次の物語がどうなってるかなって楽しみを、うんうん、こう挟んでおくものじゃん、うん、ね。すごい素敵じゃね。女子、まあ何かあったとしてもパッと捨ててもらえばええし。まあね、あんまり重たくないよっていうね。そう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 。そう、なんかね、そのライト加減も、うん、いいよね。いいと思う。すごいいいと思う。どうしたらいいと思いますかってことなんですよ。うん、そのままどうぞって。おお、そうだよ。いいね。いいよ、うん、じゃあこのまま突っ走ってもらおう。ね、ピンキャラとかそんな気にしなくていいよ。キャラなんていいよ、うん、思いような気持ちでね。うん、うん、応援する。それでは続いて、愛知県15歳女の子、ラジオネームペノジちゃん。ペノジ優しすぎやしないか、かっこそこが好き。お、たまたま帰りの電車の車両が好きな人と同じでした。わ、最高。そんないいよね。好きな人は友達と、うんうん、私は一人で音楽を聴きながら窓の外を見てました。はいはい。駅に着いて出口の前を開けようとした好きな人の友達が、うん、私に気づかずぶつかってしまいました。うん、ごめんねぐらい私も言いたかったものの、降りないといけなくて、うんうん、そうしたらすぐに好きな人から、うん、お、さっき大丈夫だったって LINE くれました。優しすぎて無理です。無理無理。やばい。すごい。ぶつかったの自分じゃないのに友達がぶつかったことに対して、うんうん、こいつ謝んなかったなっていうの気にしてたんだ。
優しい。しかもさ、その場で聞くんじゃなくって、うん、後で LINE でっていうのがいいよね。友達にも優しい、うん、全方優しい、うん、優しすぎる。羨ましいぜ、いい恋してんな。いや楽しい、これは優しいね。優しい、好きになっちゃう。なっちゃった、優しすぎる。あんたもかい。気になっちゃった。あんたもかい。楽しいね。それぐらい気軽に LINE が来るような関係性なのもいいな、ね、そうね、その後発展しそうだよね。うん、いや今後も聞きたいな。楽しみ、ね、はい、じゃあ続いて広島県16歳女の子、ラジオネーム広島の一旦もめんちゃん。一旦もめん。人生初めての告白をしました。マジか。相手からの返事は好きな人がいるというものでした。私はこれまでに彼よりも好きになった人はいないくらい好きなんです、うん、正直諦められる気がしません、うん、どんな人に出会っても彼を思い出してしまいそうなんです、うん、こんな時皆さんならどうしますか。意見を聞かせてください。もし仮に卒業式過去あと2年後までずっと好きだったらもう一回告白してもいいと思いますか。うん、いいと思う。いいと思うよ。いやすごいわ。16歳でしかもさ、学校ってすごい狭いさ、テリトリーというか、うんうん、そうだねじゃん、うん、世界で、うん、その中で一回振られて、うん、好きな人がおるけって言われてから、でもまだ卒業式まであと2年ある、うん、もう一回告白すればいいかって思えるその前向きな気持ち、うん、すごいね。すぎる。私だったらすぐもう、あーじゃあもう次行こうとか。オッケー、じゃあ幸せになってください。うん、私は私で幸せになります。うんうんうん、なんかそういう風に思っちゃうけど、それも一つの正解だもんね。本当にすごいね、こうありたいよ。好きすぎるんだね。うん、すっごい好きで、すごい。でもなおさら学校っていうか学生だから、より会う機会もあるんだろうね、うん、これからも。そうだね、目にしちゃうからなおさら気持ちを忘れられないっていうのは多いかもね。うん、ね、無理に好きな人を探すことはしなくていいし。確かにね、うんうん、好きなんだったらもうずっと好きでいいと思う。その気持ち素晴らしいじゃない。いいと思う。いいと思う。さ、張り切っちゃってる。好きな人がいるって素晴らしいじゃない。おばさん大丈夫？ときめいてる人の話。こういう時皆さんならどうしますかって言ってるから、うんうん、だから無理に忘れる必要はないし、うん、次に好きな人作る必要もないよって、うんうん、ただちょっと辛いし悲しいし苦しいかもしれないけど、その気持ちを受け止めて、うん、今は友達と楽しくとかね、うん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 、方向性を変えるってことね、うんうんうん、そして2年後もし卒業式の時まだ好きだったら、うん、どうぞ告白してください、うん、じゃあね、それは相手も嬉しい気がする。相手の人が好きな人おるって言ってさ、でも彼女じゃない可能性、うん、あ、そうだね、あるじゃん、うん、彼女がいるんだじゃないもんね、うんうん、でそれでもしもこれから彼女になったとしても、もしかしたら別れるかもしれんじゃん。かもしれない。あり得る、あり得る。それもあるし、あと好きな人って言っても分からんじゃん、そのどのぐらいの思いかも分からんし、まあね、軽くかもしれんしね、うん、そしたら好きもあるかもしれんし、うん、一旦もめっちゃの、うん、可能性は無限大だね。ちょいちょいアピールしてもいいんじゃない。うん、ずっと3年間アピールしてもいいと思う。そうだね、うん、気持ちあるよここにっていうのを常にやっぱりね、うん、念頭に置きながらね、うんうん、大事かもしれん。キュンキュンするね。ありがとう。もう最高だね。ごちそうさまでした。お金払ってもらっていいですか。あ、ごめんなさい、いくらになるんでしょうかね。払いたいです。3000円。ありがとうございます。なんかバレンタインをこうね、口実に、うん、理由に使って、うんうん、自分の思いをみんな伝えてくださいと思います。うん、本当その通りだね、うん、応援してます。ゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。アミューズフェスが、はい、開催が今年も決定しました。ウェーイ。6月の1日土曜日ですね、はい、幕張メッセで、うん、今年もポルノさんとパフューム出演決定しております。はい、はい、今回はなんかちょっとまた新しい感じで、うんうん、ポルノさんと会って、うんうん、やる？やらん？どうする？みたいな、うんうん、
やるんならどういう風になんのする、うん、でこのフェスってさどういうもんなんだっけみたいなものを、うん、なんかきちんともう一度こう立ち返って話ができて、うんうん、決定ってことなんで、うん、なんか新しい風も吹きそうですよね。いろんな人誘ってるんで、はい、まあよかったらみんなも土曜日なんでね、うん、いろんな人誘って遊びに来てください。たくさんの生徒からの依頼、あーちゃんの30歳のバースデーを研究せよ。あーちゃんは2月15日がお誕生日です。おめでとう。来ちゃったね。ついに早かったね。あっという間。30代早いね。とも30代。あーちゃんが30ってびっくりじゃない、ね、びっくりよ。じゃあこの1年の何か目標的なものを黒板に書いてください。あっという間だったもんね。うん、あっという間だったね。ね、うん、あっという間だったね。ちなみに、うん、去年は、うん、当たり前への感謝という目標を書きました。あーちゃん、うんうんうん、達成できましたか？なんかね、当たり前なものなんてない、大人なので感謝の気持ちを伝えていきたいという意味だったそうです。あー、そういう風な気持ちは日々こう、うんうんうん、ありますね、うん、だからもう習慣になってきてるってことだよね、うん、意識して目標にしてたものが、うん、そうじゃね、ね、すごいじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん、達成ってことかな。大人じゃん、大人っぽいじゃん。はい、お、できました。発表してください。じゃん、明るい。明るい、はい。ほう、明るいにしました。はい、30歳の抱負。うんうん、なんかこれなんかこの間も話したと思うんですけど、うん、友達がなんか友達に初めて会った人がおって、うん、その友達が「あの子明るいよね」って言ったの、うん、でそれがいいなって思ったの、うん、羨ましいなって、うん、なんか屈託のない本当にただ明るくって元気でいい子だよねっていう、本当にすごいこういい言葉だなって思って、うん、だから自分もその、まあ、30歳という、まあ、皆さんにとってはきっと節目だろうし、私たちもこんな年まで Perfume っていうものを続けられると思ってなかったので、でもこんな30歳だけど、30歳になったけど、大人になったけど、明るく元気に屈託のない毎日を過ごしたいし、明るさで30代も最高の扉を開けたい。そういう気持ちです。 You ready for this?みたいな人間のあっちゃんから、そうだよね、またこの30代迎えるにあたっての目標で明るいっていう言葉が出てくるのが驚きだった。そう、本当、うん、本当明るいもん。こっち側から見ると常に明るいよって思ってたから、さらに明るい、さらにこう純度を高めるっていう感じだよね。明るさのゴンゲとか純度とか、そんなこと言うてますわ。楽しいね、期待してましょう、うん、みんなで、うん、ありがとう、うん、改めておめでとう。おめでとう、ありがとう。まあ聞いてるね、俺たちもだし、 Perfume を好きなみんなもだし、まあ、Perfume の歌集家とノッチも、まあ、多分ずっと思ってるんだけども、はい、あーちゃんの明るさによってだね、うん、どんだけのこの人たちが照らされているのか。そうそうだね。そのあーちゃんの明るさを受けてどんだけの人間が明るくこう慣れているのか、うん、というのをね、改めて僕は思いましたよ。 Perfume をずっとこう11年で見させてもらっていて、うん、そんな時しかなかった、うんうんうん、あれです。
以上です。それによって紅茶も明るくなってるってことですか。いやそりゃそうでしょ、ね、そういうことですよね。そのね、内面が明るくなったっていうのも、うん、明るくなるというのもあると思うし、はいはい、単純にそのキラキラに照らされて、はい、光の中にいるという状態もあるし、うんうんうん、光の中の状態にいるからこそ、はい、どん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 、あ、自分も今なんか、あ、俺の手ってこんな形してんだとか、おうおうおう、こんな俺靴今日履いてたんだとか、はい、そういうのもこう分かる大きなきっかけだと思う。もうパフュームにこう出会うということはすごいパワーを持ってますよね、やっぱりね。うん、まだ、もうあと4日ぐらい、ちょっとまだ早いけども、はい、もう言っときます、うん、あーちゃん誕生日おめでとう。おめでとう。明日のこの時間はスクールオブロックの新ドッスの代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス。